京都妖怪村鹿屋号は台湾南投げ県西南部の里。台湾ウーロン茶として有名な東町ウーロン茶の産地である。鹿屋号の最も古い記録としては1741年前後に昭州の人が万古領を呼び出園に入植した記録がある。その後は、泉州より林保、現在の竹山に入植し、その後周辺地域が開発され、初豪商。 新漁省、坪子頂旗省、車寮省、小判天省、内需市省等の集落が形成され現在に至っている。元、と、強寮と呼ばれていたが、1920年の地方制度、ミノルセの際、強固寮の意義をとって、地風の鹿屋に改められた。法王皇、谷取縁系統自然教育園区の大学地国家森林有楽区の一つである系統。 森林有楽区と京都森林有楽区、周辺代表的な郷土料理店、紫林草である。京都森林有楽区は台湾の中部に位置する。気候は温暖で、降水量は約3000ミリメートル、海抜は500から2000メートルに及ぶことから、動植物の種類が豊富である。風光明媚なこの土地は観光地として人気があり、 年間111万人の観光客が訪れており、南投げ県の経済発展に寄与している。京都森林遊楽区は、国立台湾大学の音楽院が管理しており、面積は25平方キロメートルである。京都森林遊楽区には銀南及び、妄想地区など、温帯の植物が生い茂っている。また、台湾杉や柳杉などの高木の森林地、 遊歩道が整備されているため森林浴を楽しむことができる。遊歩道の沿道には樹齢2800年、木囲い16メートルの日の木、系統神木がある。また、系統森林遊楽区は多種類の蝶や野鳥が生息しているため動物保護だけでなく、環境教育や学術研究の場としての役割も果たしている。一方、紫林草は、 京都新林遊楽区に行く途中にある台湾料理店であり、南投げ県では伝統的な郷土料理店の一つに数えられる。この店は1980年の夏に開店して、以来26年間経営されている。この間1986年のイオン台風、1995年の画伯台風、1999年の921週州,州大地震、 2001年の桃芝台風などの自然災害に見舞われた。とりわけ桃芝台風の襲来時には紫林荘は壊滅状態にあった。半年後経営は再開されたが売り上げは安定しなかった。紫林荘の名称の由来は店の周囲にある竹林の葉の色が陶器に濃い赤紫に変化することによる。紫林荘の建物の敷地は 約700平方メートルであり、駐車場は約1500平方メートルである。店内には約120宅ある。店の2階と3階には、宴会場もあり、会社の研修や会議、団体客の食事などに利用されている。建物や宅、椅子は地元の木材を使用している。料理は竹竹たけのこ料理が代表であり、山菜、にじます、山鳥など、現地の食材を使う。 角肉とカツラタケノコ煮込み、緑タケノコサラダ、妄想タケノコの冬、タケノコ鍋など季節によって異なる料理が作られる。州、町の1、管轄区域及び軍師の名称、一管轄区域、大正9年8月10日、台湾総田出しフレー第47校、水越光1、市軍の区域証拠その所在地並外省の証拠、等について、台湾地方第16校。 大正9年144ページありがとうございます。